改めましてご紹介します。諸知事候補、元航空幕僚長で石原慎太郎元都知事も後継者と指名した次の東京都知事、玉上俊夫です。皆さんこんばんは、玉上俊夫です。玉上俊夫です。今安倍政権ができて日本を取り戻すということで景気回復の軌道に入ってきました。しかしまだ日本の会社の数でいうと 99.3% 以上は中小企業です。この中小企業を務める皆さんの給料がまだ上がらないんです。これは今原発のほとんどが止まってます。そしてエネルギー代として油代年間4兆円、これ本来皆さんの給料になる部分が外国に油代として取られます。これで今電気代も 15% と上がりました。中小企業の経営が大変苦しいんです。なかなか賃上げに至らないんです。原発が動いていればこの4兆円は産油国に払わなくて皆さんに協力して配られます。ですから今私は原発を安全に動かしながら、そして電気料金を下げて中小企業の経営を安定させて皆さんの給料が上がって、そして豊かな生活をするという道を追求すべきだと私は思って原発反対に反対してます。そうだ。原発を止めて今の状態が3年も5年も続いたら中小企業は次から次に倒産することになります。そうしたら日本を取り戻すという話もなくなってしまうんです。ですから政治は現実を見つめなければいけません。そうだ。私は他の3人の候補者に聞きたいと思うんです。それではあなたたちは原発を止めてどうやって景気回復するんですか。中小企業が次から次に倒産するのをあなたたちはどうやって防ぐんですかと質問をしたいと思います。彼らにはアイデアがないんです。ただ原発を止めると言ってるだけなんです。私はということで日本のこの景気回復、これを今最重要するために4月に消費税が上がります。景気の腰を折る可能性があります。政府も精一杯手を打つと思いますが、東京都も政府と連動して景気対策を打つ必要があると考えています。私はそこで消費税のアップ、このインパクトをできるだけ抑えるために東京の都民税の減税を行います。都民税の減税とそれから公共事業の拡大を行います。今まだまだデフレですから、公共事業をどんどん拡大しなければデフレから抜け出すことができません。そして東京は今インフラが大変老朽化して、30年以内に大地震が、地下直下型の大地震が来ると 70% の確率で来ると言われてますから、このインフラを耐震性を持ったものにする必要があります。またオリンピックの準備を進める必要があります。そこで公共事業を大規模に実施することが必要なんです。玉上俊夫は東京の都民税の減税と公共事業を拡大、これで2兆円規模の景気刺激策を実施したいと思います。景気を良くして次に何やるんだ。東京で子供を産んで育てやすい町にしたいと思います。今東京の出生率は大変低いんです。これは、子育てに金がかかりすぎるということもあります。景気が悪かったということもベースにあると思います。私は最近この働きたいという女性が増えてます。でも子供を預けるところがないということで今待機児童が東京で8100人いると言われてます。これらの待機児童を保育園とか託児所とか預けることができるように、これら保育園、託児所、こういったものを必要数早急に整備したいと思います。一方で家庭にいて専業主婦として次の世代を担ってくれる
次の時代を担ってくれる子供を育てることに専念をしたいという女性もいるわけです。これまでは子育て支援というと働く女性を中心に考えられてきましたけども、全体を考えると私はこの専業主婦にも何らかの支援が得られることが、子供がいっぱい生まれてそして子育てがしやすいというためには必要だと思います。ですから例えば都営アパートに住む人たち、子供が1人いれば3万円家賃安くします、それから2人いれば6万円安くしますとか、こういうことで働く女性も家庭にいる女性もどちらでも支援が得られるような政策を推進したいと思います。例えば東京都の都営アパートは現在26万戸で家賃収入が131億円ほどあります。東京の景気がアベノミクスで 2%、3% 伸び続ければ毎年税収が3000億から5000億ほど増えますので、こういったことは私は実行することは経済さえ成長していけば可能だと思います。そのためにも原発を動かさなければダメです。次に東京でお年寄りの一人暮らしが増えてます。これがあと10年もするとおじいちゃんおばあちゃんの一人暮らしが80万人ぐらいになると言われてるんです。年を取って孤独感に苛まれたり、付き合う人もいなくて寂しかったりということで、また亡くなった時に隣近所の人も1週間も10日も気がつかないという例も多いわけです。こういうことでは私は東京が世界に誇る優しい街とは言えないと思うんです。これを解決したいと思います。都営のアパートあるいはマンション、民間のマンションでもそうですが、30年以上前にできたものは今お年寄りだけが住んでいるというものも多数あります。私はこういったマンションに若い人たちに家賃を安くしますから入ってくれませんかということで募集をしたいと思います。そしてお年寄りも若い人も子供もいると、3世代が住んでるような団地、3世代が住んでるような町、こういった町づくりを推進をしたいと考えています。そうすれば若い人たちが出かけるとき帰ってきたとき、例えばマンションの1階に住むおじいちゃんおばあちゃんに元気ですかと声をかけることができます。気配りをすることができます。また子供が学校から帰ってくれば広場で遊ぶ子供たちをおじいちゃんおばあちゃんが見守ってあげることができます。天気のいい日には子供たちと話をすることもできます。おじいちゃんおばあちゃんの生活の知恵が子供たちに伝わります。日本の国の素晴らしさや伝統文化も伝わります。そういった3世代同居型の団地とか町づくりを私は推進をします。